下三班893番平木太郎です。本日のお話はなめだるまというラップグループのお話をしたいと思います。大麻取締法の容疑で逮捕されたっていうことで私も報道したんですが、実は私はなめだるまというラップグループを知らなかったんですね。そもそもラップっていうのは私どもの年代はちょっと疎くて、吉幾三さんのオラ東京さえグダで止まってるんですよね。あれをラップって言ったら今のヒップホップの若い方たちには怒られちゃうのかもしれませんが、最近また吉幾三さんがオラ東京さえグダでまた新しいバージョン出されてますけども、一部の方たちにはあれを日本語ラップのオールドスクールだなんていう言い方もするらしいんですよね。私は僕に学校も行ってないんでスクールだか学校だかね、そんなことしたことじゃないんですが、とにかく今日はちょっとヒップホップの話を私なりにしていきたいなと思います。ダメダルマさんたちグループの方たち全員じゃないんですけど逮捕されたという報道が先日なされたんですね。どうも組対が捜査してるから単純な大麻の販売とかだけではないんじゃないかってこともありますけど、報道が詳しくはされてないんでちょっとわからないんですが、調べていくとこの懲役太郎おじさんの出番かなということが少しずつ分かってきたんですね。半グレという言葉がありますが、あまりにも範囲が広すぎてですね、今まで一辺倒な取り扱いしかしてないんですね。あくまでも叩きのやんちゃな子たちだよというようなことで、ヤクザ的なものとは違うよみたいなことを言ってきた。それこそ指定暴力団に属さない元本職の方から、その辺の町のやんちゃなお兄さんから暴走族の OB まで指す広い言葉のくくりなんで難しいですね。私の中では過去の動画でも言ってますように、懲役覚悟を武器に活動しているのか否か、そこの線引きだったわけですよ。半グレは懲役を怖がってるっていうか当たり前ですよね普通は。でもヤクザっていう人たちは懲役覚悟の生き方をしている、そこが決定的に違うんだよという言い方をしてきたんですが、ちょっと私がなめだるまさんたちを見てラップのこととか言っている詩の部分を聞いていくと、この方たちは懲役覚悟なんです。詩の通りだったら。そもそもなめだるまさんたちは窃盗、それも単純な窃盗じゃなくて結構大掛かりな窃盗で服役もしていて前科もあるわけですね。犯罪傾向から言っていくと、タイマーは軽微なものになってしまうんですよね。正面権もほんと右向いて左向いて 1,2 年っていう話になっちゃうんですね。栽培だとか売買が絡めば別かもしれませんが、これでやったところでっていうことなんですが、だからというかミュージックビデオではやたらと警察を挑発するような言葉溢れていますよね。これが演出とかじゃなくて、こうなるともう確信犯なんですよ。普通犯罪をするのは自分たちはそんなつもりがなかったとか言い訳が先に立つんですけど、そうじゃないですよ。この人たちをやるぞって言ってやってるんですよね。ですから彼らは一体どこに向かって何をっていうふうに私は考えたんですね。音楽で生計を立てたいのか、裏稼業で食っていきたいのか。音楽でもそこそこの知名度と実績があるわけですから、これだったら裏稼業の内容をラップに乗せて発表しているっていうことで、だからもう覚悟の上っていうことなんですね。ちょっとここが私たちの世代にはわからないというか、通常そういうことでやるぞやるぞみたいな形の攻撃的な集団っていうのは今までの過去でも必ず潰されてきたっていう傾向があるんで、それを音楽に乗せたっていうことですよね。でこのちょっと私もわからないっていうところに踏み込んでいくのが今後の懲役太郎の仕事っていうか、私がやるべきことなのかなっていう、若い人たちの考えとどこに行こうかっていうことにスポット当てるというか、一緒に考えていくって大げさなんですけど、ある種の使命的なものかなと思ってるんですね。私がもし今の時代に若者だったら、自分がしてきたこと、その中でも悪事のあれこれとかを韻を踏んでラップにしたのかな、やったのかなと思うと考えられなくもないかなと。私ね、今回懲役レコードというものを自分で主催して音楽の方にね行こうとしておりますから、何かこれね無理やり結びつけてもあれなんですけど、ちょっと思うとこあるんですよね。まあちょっとこれこじつけかなっていうことなんですが、今回逮捕されたメンバーの方たちの MC ネームっていうんですか、この芸名みたいなものがお二方とも大麻マリファナにちなんだお名前なんですよね。そこまで徹底して当局っていうか関係に対する刺激させる理由は不思議というか、あくまでもね反体制側、反体制じゃないのかなっていう意思を貫くっていうか、法律を破りますよって言ってるわけなんだから、ここにちょっと私のアンテナが反応したわけですね。で彼らはですね、単純にしのぎ、いわゆる生活面、収入面で大きくしてそういう活動をしていきたいのか、それともはたまた大麻解禁運動的なものの一翼を担っているのかどうなのかは分かりません。ただ最近このラップミュージシャンとか音楽系の人たちが根こそぎ行かれてるっていうのは何かあるのかな、その人たちがいいじゃないか
かっていうことに対して若者が賛同することに関して司法は許すまじっていうことなんですよね。まあそれにしてもですね、中学生相手のインスタライブで何かを堂々と、きっと巻きタバコなんでしょうけどねそれをプカプカ吸ってる映像を私も見たんですけども、中学生相手にインスタライブで相談みたいなことをしてて、早く寝なさいよなんて言ってね、優しい感じで思いやりがあるようなんだけど、そもそもそれ何吸って言ってるのみたいなところもあって、知ってる人は知ってるっていうことなんですが、こういったことも出ちゃった後だっていうことなんで、でも今皆さんそれほど彼らが叩かれてないというか炎上してない、それは見たなり、もう顔ってことはないですけど首手まで入れ墨が入っている、そして音楽ということでラップの世界では地位を築き、人気も博し、おそらく収入的にも安定してる、こういったようなやり方をしてるんだけど、もうこれ以上叩きようがないですよね。完全に見た目からやってることから今の社会情勢に対して真っ向から戦ってる状態なわけですよ。これで捕まって1年2年だって彼らは別に人気が陰るわけでもなく、活動ができなくなるわけでもないし、日本がダメって言ったら海外にでも行って海外から配信することもできるんですよ。ね、それをよくよく考えて私が思ったのは、これは新しい若者のあるべき姿なのかなと思ったんです。私が今30年元に戻ったら、ひょっとしたら同じことをやったのかもしれない。この子たちの考え方はわからないですよ。こんなの違うよって言われるかもしれないけども、本来だったら私たちと同世代に行ったら、ヤクザになって暴走族になって、そこから後輩なり仲間を集めて一組作ってっていうことが、これだけの世の中なんでできない。で、彼らのニート東京とかそれら以外のインタビューだとか聞いてると、きちんとした受け答えときちんとした考えがあるっていうのはわかるんですよ。若いという言い方もあるかもしれないですけど、実際若いですから。じゃあ私が彼らの年齢の時にあそこまでしっかり考えを持って言葉を喋れたのかと、信念があったのかというと、ちょっと甚だ疑問なんですね。選択肢の中でラップという音楽で生計を立てる、あるいはそういった栽培販売記号法とされてるものでっていう形で食えない仲間を食えるようにしていく。私が印象的だったのは、オリジナルの T シャツを作ってそれでも売れるんですよねって、売れるんだよね、こんな自分たちのでって、それで仲間が食べていけれるんだっていうことを言ってると、これは私も通ずるところがあるんですね。なんで今回どのような反応があるか分かりませんけども、要望があるなら私もまた考えを深めてですね、この若者がどこに向かってどうなるのか、そして世の中はそれを受け入れれるのか受け入れないのかっていうことが目が離せないということで、拙い私でございますけど、それがお伝えできれば、彼らのね、一緒にお前がな、おっさんが偉そうなこと言ってんじゃねえとなるかもしれませんが、あなたたちの先は私あと20年後になったりすると、ここを超えていかなきゃいけないということで、うまいことまとめて今回は終わりにしたいと思います。以上です。